モロッコのフェズにある大学である。ユネスコとギネス世界記録によれば、この大学は世界に現存する最古の継続的に活動している教育機関であり、初の学位授業を行った教育機関であり、時に世界最古の大学として言及される。アルカラウィーン大学、モスク宗教学校、付属学校はマドラサとして、 ファッティマール・フィーフリにより859年に創設され、その後、歴史的イスラム圏の主要な宗教的かつ、教育的な中心地の一つとなった。1963年に、モロッコの近代国立大学システムに編入された。イスラーム神学とイスラム哲学、イスラーム法、イスラーム法学及び法解釈に集中しており、アラビア語の文法学と言語学、 マーリキー学派スラーム法を非常に重視している。しかしながら、フランス語、英語や IT のような非スラーム的科目も少数だが、ある。教育は伝統的手法で行われている。学生が社員フを半円状に囲むように座り、社員フは学生にテキストの一部を読むよう促し、その部分の進学と法、法学及び法解釈、文法と言語など、 特定の点に関して質問をする。そして難解な点を解説する。モロッコ中からとイスラム圏西アフリカからの学生が通っており、少数だが故郷から遠く離れて、イスラム圏中央アジアから来る学生もいるかもしれない。スペイン人回収者すら頻繁に来ている。それは主に同大学の社員フたち、そしてモロッコのイスラーム学者一般は、 アルアンダルスのイスラームの豊かな宗教的学問的遺産の継承者であるという事実に惹かれてのことである。ほとんどの学生は13から30歳の間である。そして高校卒業相当証書と大学相当学士号を目指して勉強している。ただし十分に高いレベルのアラビア語を使えるイスラム教徒は非公式的な学級サロンに参加することもできる。それは 伝統的な分類でいう、知を求める訪問者に与えられるものだ。イスラム教徒であることに加え、入学予定者は、クルアーンを暗記していることが求められる。また同様にいくつかの短い、文法と周りキー派法に関する中世イスラームのテキストの暗記と、一般に古典アラビア語を非常によく使いこなせることが求められる。男性のみに開かれている大学であると、 しばしば誤解されているが、男女共に入学することができ、最初の女性は1940年代に入学している。連続する数々の王朝が、カラウィーインモスクがアフリカ最大の2万2000人の礼拝者を収容できるまでに拡張してきた。イスタンブールのハギアソフィアやエスファハーンのジャーメモスクに比べれば、デザインは質素である。柱とアーチは白無地であり、 床は豪華な絨毯ではなく足のマットで覆われている。しかしながら、あたかも無限に続く森のように見えるアーチの連なりは無限の威厳とくつろぎのおける匿名的空間という感覚を生む。他方デザインの簡素さは精巧に飾られたミフラーブとミンバル、そして中庭をその素晴らしいタイルと石膏細工、木彫りと彩色を引き立てている。モスクの現在の形は 1000年以上にわたる長い歴史的な進化の結果である。もともとはモスクは中庭を囲む一辺30メートルの四つの回廊からなっていた。最初の拡張は956年に後ウマイ野町のアブドンラフマーン参戦により行われた。ありがとうございます。